Thank you.
八代屋天狗願います。天狗で、機関車短期の3001列車 EF66 の48、はい、下りの101列車 EF65 の1112、はい、上りの12列車が設計の9です、はい。それでは時計の先生、はい、時計が14時54分52秒です、はい。一応点呼終わります。
常なし。定時。異常なし。定時。制限45。制限45。品川通過。
ご乗車ありがとうございます。寝台特急朝風1号博多行きでございます。朝風1号ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は前から1号車、2号車、3号車の順に、一番後ろが14号車でございます。4号車が B 寝台の個室カルテットです。5号車が A 寝台の個室です。6号車が B 寝台の個室デュエットでございます。6号車にはシャワー室がついております。どうぞご利用ください。7号車が食堂車でございます。食堂車はただいま準備をしております。準備でき次第放送でご案内をいたします。また食堂車にはテレホンカード専用の電話がついております。その他の車両は B 寝台でございます。これから止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次は横浜です。19時26分熱海20時23分沼津20時42分静岡21時22分浜松22時20分名古屋23時32分の到着でございます。名古屋を出ますと明日の朝岡山から泊まってまいります。岡山には4時5分です。尾道5時4分広島6時18分宮島口6時42分岩国6時59分徳山7時54分甲府には8時20分宇部到着8時54分下関9時31分門司には9時43分小倉9時54分黒崎10時7分終点の博多には10時57分の到着でございます。終点の博多到着10時57分でございます。一番後ろの14号車は禁煙車でございます。14号車のお客様、禁煙にご協力をお願いいたします。乗務いたします車掌は村田、熊谷、新久保3名乗務しております。ご用の際はどうぞご遠慮なくお持ちしてください。次は横浜に停まります。
まもなく下関に到着いたします。下関で降りのお客様、お疲れ様でございました。4番乗り場に到着いたします。お出口は左側です。次の下関で4分停車いたします。山陰線ご利用の方は9時49分滝部行きは9番乗り場にお回りください。次の下関で4分止まります。しばらくお待ちください。機関車を付け替えますので4分止まります。ありがとうございます。まもなく門司に到着いたします。お出口左側です。すぐの発車になります。門司小泉の方9時52分8番乗り場です。